東京・羽村市の駐輪場などで、若い男が突然転び、助けを起こそうとした女子高校生に抱きつく事件が相次いでいます。男は女子高校生を早歩きで追い抜くと、目の前でわざと転倒します。そして大丈夫ですかと声をかけた女子高校生に抱きついたということです。転倒を装った抱きつき事件は、 羽村市の駐輪場やマンションの廊下など半径400メートルほどの範囲で去年12月から少なくとも4件発生しています警視庁によりますと被害に遭ったのは16歳と17歳の女子高校生で体を触られるなどしました男は20歳から30歳身長は170センチから175センチぐらいでいずれも近くに止めてあった自転車で逃走したとみられています 警視庁は同一犯によるものと見て調べています。